ジュリー社長退任報道に金プリ犯、ふざけんな。振り回されたティアラの財布。やめたって5人の金プリが帰ってくるわけじゃないんだよ、よふざけんな。ジュリー社長退任に金プリ分裂させたこと誤って、29日、ごジャニー北川前社長による性加害問題をめぐり、ジャニーズ事務所が設置した。 再発防止特別チームが調査報告書をまとめ、都内で会見を開いた。ジャニー前社長については、多数のジャニーズ JR に対し、長期間にわたって後半に性加害を繰り返していた事実が認められた、と報告した。また問題の背景として、創業からジャニー氏、ジャニー氏の姉藤島メリー安子元名誉会長。 メリー氏の娘で現社長の藤島ジュリー恵子氏と続く同族経営の弊害が指摘され、ジャニーズ事務所が解体的出直しをするため、経営トップたる代表取締役社長を交代する必要がある、とし、ジュリー氏の辞任を要求した。同事務所は提言及び会見内容を真摯に受け止め、 今後に予定をしております弊社による記者会見にて、その取り組みを精神意ご説明させていただく所存でございます。とコメントしているが、ジュリー氏の辞任は決定的だとされている。こうした報道を受け、大きな動揺を見せているのはキングプリンス以下、キンプリのファン、総称、ティアラ、だ。X、w ツイッター、上では、 ジュリー隊に行ってかこれがもし一年前だったら金プリ分裂なかった。え泣いてる。ジュリーさんここで辞めちゃったら春に三人が金プリ辞めた意味なくならん。小ちょっと我慢してたらよかっただけになっちゃわんか。ジュリーさんジャニーズ事務所辞めるんだったらマジで金プリ返してほしい。辞めるの遅。ジュリー社長辞任する前に金プリ分裂させたことは謝ってほしい。と悲痛な声が上がっている。 キンプリは今年5月平野市洋さん20、六神宮寺優太さん20、五騎士太さん20、七がグループから脱退し平野さん、神宮寺さんは同日付で騎士さんは9月いっぱいで退場します。平野さん、神宮寺さんは滝沢秀明氏、四十一が立ち上げたとべ二号流し、騎士さんもそこに加わるのではと言われていますよね。長瀬恋さん二十四、 高橋海人さん24の二人はジャニーズ事務所に残り、金プリとして活動を続けていますが、3対2に分裂してしまった形にも見えている現状です。ふみはるオンライン22年11月9日配信では今年の初め頃から平野さんがジュリー氏に自分の思いを伝える。 ため何回も面談を申し込んでいたもののドタキャンを繰り返されよう約5人で9月に面会が叶ったもののジュリー氏に厳しい言葉を突きつけられ3人が脱退に至ったと報じています。デビュー当時に掲げていた海外で活躍できるグループになるという目標をジュリー氏の下では果たせないと感じた3人は脱退を決断し、 国内での俳優業に重きを置いた二人が残留した形になりました。アイドル雑誌編集者。平野はジャニーズでの最後のブロックでできないと言われたから仕方がないとも記した。多くのファンがジュリー氏に海外挑戦はできないと言われたのではないかと解釈している。また三人脱退後もメンバーそれぞれの発言から5人の関係は良好であると見られ。 キンプリが分裂するに至ったのはジュリー氏の3人へのガン7態度のせいだったと多くのティアラは捉えている。故に3人の脱退からわずか3ヶ月余りでジャニー氏の性加害問題を機にジュリー氏が退任した場合、5人の分裂は一体何だったのか。とティアラたちがざわつくのも無理はない。振り回されるティアラたち、出費もかさむ。 昨年11月の3人の脱退退場発表から、ファンは大きな反発の声を上げながらも、5人の金プリを支持する意思表明として、閉店セールとも揶揄された5人体制ラストのリリースラッシュに飛びついたり、過去作品のセールスも伸ばそうとしてきた。その結果、 当時の最新シングル、月読み、彩り、や、その後の5人のラストシングル、ライフゴーズオンヒルア i ヤングおよびラストアルバム、ミスター、5、またデビュー曲、シンデレラガール、までもがミリオンセールスを突破、オリコン調べ、以下同じ。オリコン上半期ランキング2023のアーティスト別セールス部門トータルランキング。 ではキンプリがシングルアルバム映像作品 DVD ハブットなどの合算で史上最高金額の184.1億円を叩き出し1位を獲得したほか、作品別の売上数部門では7冠無理を達成する異業を成し遂げた。しかし、 キンプリがデビューから3人の脱退退場発表前までにリリースしてきたシングルアルバムの売り上げは30万枚台から50万枚台。FC 会員100万人以上と言われ、元から大人気グループだったことに変わりはないが、ドラマ映画やバラエティ番組露出の多かった彼らだけに、それを見るだけで満足していたファンも一定数いたのだろう。それが、ジュリー氏への抗議。 5人のキンプリ支持表明のために既存ファンだけでなく騒動により新規でついたファンも合わせ空前の買い漁り状態を引き起こしたただ3人脱退後の2人体制キンプリのシングルアルバム売上は2人組としては大健闘だが脱退騒動前の水準に戻っている もしこのままジュリー氏が退任した場合、金プリは本当に分裂しなければいけなかったのかという議論とともに、5人体制ラストの買いあさりは何だったのか、と脱力するファンも続出しかねない。 もちろんジュリー氏とは関係なく、脱退組3人と残留した2人は自分たちの意志で歩む道を決めたのだとの意見も多いが、今後、平野人宮児のもとに騎士が合流しアーテイスト活動を再開させた場合、彼らと2人のキンプリどちらも応援するファンにとっては出費がかさむことになりそうだ。エンタメ各人